神奈川県立新は、高等学校とは、神奈川県横浜市港北区日波町1348にある全日制普通科を持つ高等学校である。通称百校計画の一環として作られた。高地は鶴見川左岸の大地上にあり、学校建設時には縄文時代から続いた集落の遺跡が発掘された。発掘中に出土した土器の一部は校内に展示されている。 発掘作業が長引いたため校舎の建設が遅れ、約2年間白山高校に曲がりした。数学 B と古典は2年生と3年生の両方で選択することが可能である。また、総合的な探究の時間では、朝の HR 前に新聞書写を実施している。文化祭は、非正祭と呼ばれ、9月下旬から10月上旬に開催される。かつては、 旧横浜東部学区で唯一の1学年12学級規模の高校だった。かつては最寄り駅から徒歩で20分以上かかったが、1993年に横浜市営地下鉄ブルーラインが開通し、学校から徒歩10分のところに北新横浜駅ができたため、交通の不便は解消した。近年では国立大学や南関私立大学へ進学する人も現れている。 同校によると、誠実、清素、明朗を第一に以下のことに重点を置いている。戦術した通り、部活動の加入に力を入れている。文化部では、放送部が NHK 杯全国高校放送コンテストに継続して出場しており、2017年度は朗読部門で奨励賞を受賞した。また、2015年には、 全国高等学校総合文化祭滋賀大会にも出場している。以後、将棋部は2017年度に全国総合文化祭神奈川県予選に出場し、将棋 B 級部門で個人戦優勝、団体戦ベスト16位という結果を残した。運動部では、バドミントン部、陸上部が関東大会、高校総体へ出場している。また、 柔道部も関東大会に出場している。この他に男子バレーボール部が県大会へ出場している。文化部運動部同好会学区撤廃以前は横浜東部学区に属していた。ありがとうございます。